青面カツオドリは、カツオドリ目カツオドリかカ,カツオドリ族に分類される、鳥類である。インド洋、大西洋、太平洋の熱帯から熱帯の海域に分布。日本では、アシュ、青面カツオドリが、尖閣諸島及び、西の島で繁殖する。東部スラダクタラトラ全長81から91センチメートル。翼海長150から170センチメートル。体重2、3キログラムと、 カツオドリ属最大種。全身は白い羽毛で覆われる。尾葉は黒い。風切り葉は黒い。目の周囲には羽毛がなく、アンあ色の皮膚が露出する。くちばしの色彩は黄色。足の色彩は青みがかった灰色。幼鳥は上面が肺褐色。あと首から背中、下面が白い羽毛で覆われる。以下の四亜種が知られているが、海で活動中の個体を判別することは、 不可能である。太平洋中部と西部、オーストラリア周辺、メキシコ周辺とクリッパートン島で繁殖する。メキシコとクリッパートン島で繁殖する。個体群を SD グランティア州、オーストラリア周辺で繁殖する。個体群を SD ベドーチとする説が提唱されたが、どちらも学会では通常授与されていない。カリブ海とアセンション島を含む大西洋の当初で繁殖する。 近年、トバゴ島沖でも繁殖するようになった。インド洋西部で繁殖する。ロードハウ島とケルマディック諸島で繁殖する。個体軍。ロードハウ島とノーフォーク島で発見された。戦死時代の大きな個体は時々独立した種とされることがある。もしこの仮説が正しければ、現存する個体軍は SD フラガリとされるべきであろう。骨格と DNA について調査した結果、青面カツ踊りと、 全く同一の種であると判明した。海洋に生息する。植生は動物食で主に魚類を食べる。上空から海面に急降下して獲物を捕食するが、飛翔しているトビウを捕食することもある。地表のくぼみに1回に2個の卵を産む。私有交代で放卵し、放卵期間は42から44日。ヒナは孵化して数日でもう一方のヒナを殺す。 孵化してから約140日で育つ。生後2から3年で生成熟する。寿命は20年以上と推定されている。本種における兄弟殺しはよく研究されており、デビッド・アンダーソンらは、津軽の親鳥は一度に2羽のヒナを育てることはできる。ものの自身の健康状態や将来の繁殖成功率に悪影響を及ぼすことを立証した。卵やヒナも含めて、 食用とされることもある。食用目的の狩猟などにより生息数は減少している。日本では尖閣諸島で繁殖することから繁殖地の現状は不明だが尖閣諸島に近い中の神島に毎年継続して幼鳥が飛来するから繁殖地は壊滅していないと推定されている。2016年に行われた小笠原諸島の西の島の調査において 大群が生息していることが確認されている絶滅危惧痛類。ありがとうございます。